ドゥーも小町です。ドゥーも金吉和也です。節約大戦公式チャンネル、今日はマスクをしてお届けしております。よろしくお願いします。お願いします。なぜ今日はマスクをしているのか、それは後ほど明らかになりますので、どうぞお見逃しなく、はい、というわけで金吉さん、はい、前回の動画で、次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムっていうやつについてやったんですけど、うん、はい、覚えてますか？それはね、うん、前回ですから覚えてますよ。そのあたりはね、前回の動画を見ていただくとして、はい、うん、今日はですね、はい、これですよ、これあれじゃないですか、ジアポケットですよ、はい、噂のジアポケット。というわけでね、はい、今日のテーマはこう再び次亜塩素酸水、もうこのジアポケットの実演をしたいと思います。で、この動画を最後まで見ていただくことによって、はい、安全な、ね、こうやってこういうもので作る安全な次亜塩素酸水を使ってマスク、うん、マスクをね、はい、消毒する方法とか、なぜマスクをしっかりこう除菌しておかないといけないかとかね、今マスク不足の世の中なので、まあ、ちょっとそういうことをこうやっていこうかなと思って、はい、はい、それがしっかり分かると思いますので。なるほど、はい、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、うっす、お願いします。次亜塩素酸水が簡単に作れるっていう、はい、前回の動画で言ったあのジアポケットですよね。そうですよ、ジアポケットじゃん。これ6月入荷予定って言ってなかった？公式サイトそうなってますね、はい、はい、節約大全公式チャンネル、悪いことしたの？いや、悪いことはしてない悪いことしてないから、節約大全公式チャンネルのためにですね、はい、僕がこう、瞳悟空となって転売屋から買ってきましたよ。転売屋に利益を落としてきたんですね。そうですよ、はい、そうです、そうです、はい、何ですか、いくらですかって聞くところ、そこはいくらだったの？28,800円高い。マスクなんかね、もう相変わらずこう、うん、全然手に入らない。今日あの、ね、ちょうどね、今日今これ撮ってる今日シャープのマスクが、あ、そうでしたね。うちの奥さんが家であの買おうとして登録とかで、うん、しようとしたらしいんですけど、全く繋がらなかったそうです。いや、なんかサーバー落ちてるとかそういう話が出てましたね。そうマスク全然やっぱ手に入らないし、うん、なんかあのバイヤーがね、うん、中国の倉庫にこう全部隠しちゃって在庫、はいはい、値段を釣り上げとしてるみたいな、まあ、そんな話にもなってましたよね。まあ、それがアベノマスクが配布されたおかげで、うん、どんどん世に出てきちゃってるし、うんうんうん、値段も下がってるっていうツイートを最近見ましたけど、昨日なんかそんなの僕も、はい、だからそれをこう狙ってアベノマスクをね、マスクをこう配布することによって、うん、あの転売屋がね出してくるみたいな、まあなんかそういうことをこう狙って配布したんだとしたら、もう安倍政権マジすげーみたいな、すごいですね、本当なら、はい、本当ならね。で、まあまあまあ本題ですけど、はい、あのマスクが手に入らないという話で、うん、あの医療機関に優先的にこう回すために、はい、あの一般のこう予防目的とかで、でとかあと何なんていうの、咳エチケットとかでマスクを使ってる人はこう洗って使い回してくれっていう話になってるじゃないですか、うんうん。で、あの全国マスク工業会という業界団体が、はい、経産省の依頼を受けて使い捨てマスクは再利用を想定していないので、できればしないでほしいんだけど、うん、どうしても使います、どうしてもね、どうしても使います、必要があるということであれば中性洗剤でこう、はい、押し洗いをして、まあ、よくすすいで乾燥機を使わずにあの干して自然に乾燥させて、使ってくださいっていう指針をこう示してるんですよ。で、それがあの、まあ、ちょっと前にニュースになっていて、はい、でそのニュース動画もありますので、これは概要欄に貼っておきます。だからね、マスクがないから洗って再利用というのが、まあ、一般的な話になっているとは思うんですけれども、うん、このこういうね、はい、僕みたいなあの不織布の、はい、まあ、使い捨てマスクって洗うとこうフィルター機能がダメになっちゃう。あ、そうなんですね。まあ、だから使い捨てらしいですね。そうそう、だから使い捨て、なんか何もないように見えて、実はこう微量の電荷を帯びさせて、へえ、はい、電気の力でゴミやウイルスをこう吸着させてね、なるほどなるほど、そういう機能がついてるらしいんですけど、はい、それがこう洗うことによってその電荷がなくなるので、あのもうダメになっちゃうっていう、フィルター機能がダメになっちゃうっていう、そういう話らしいです、うん、はい、もうそんなこと言ってられる状況じゃないし、手に入んないしね。僕みたいなスポンジマスクとか、これね、これそう、これスポンジのマスクなんですけど、これ使い回してたりとか、アベノマスクみたいなね、うん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 、布のやつを使ってる人も最近はよく見るようになってきましたね。まあ、アベノマスクは白いやつだけど、なんかおしゃれなね、鼻さながら手作りでね、やったのかもしれないですね。そうそうですね、はい、気になるニュースもあって、はい、日経グッデイというサイトにですね、はい、新型コロナサージカルマスクの表面で7日間感染力を示すっていう記事が、そう、だからこの記事もちょっと貼っておきますけど、はい、マスクについたコロナウイルスって、うんうん、2時間から8時間で
不活性化するっていうような話が定説じゃなかった、はい、ありましたよね。そういう僕もそうだと思ってました、はい、だから僕もちょっとこれには驚きました、はいはい、一般的な消毒方法は、まあ、いずれもその有効マスクについて7日間生きてるけど、まあ、消毒すれば大丈夫だよっていうことが、はい、書いてあったので、うん、マスクはやっぱりしっかりと消毒して、まあ、使わないといけない、うん、使い回すにしてもこう新しいものにしても消毒しておくのが大事っていう、まあ、そういう話ですよね、うん。で、一番マスクを傷めずに除菌する方法は、まあやっぱ、次亜塩素酸水。なるほど。シュッシュとやるだけなのでね、これだと。これがいいかなというふうに思ったので、今日は次亜ポケットの実演をやってみようと。なるほど。スプレーするだけで除菌できるんだったら、それが一番楽でいいですよね。そうです、そうです。はい。というわけで、レッツ実演。というわけで、金谷さん。はい。はい。次亜ポケットを実演していきましょう。こうなってますので、じゃあちょっと開けてもらっていいですか。はい。開封の儀ですね。開封の儀です。お願いします。はい。結構、厳重ですね。そうでもないね。はい、そうでもない。これが本体ですね。これね、塩です。次亜ソルト。次亜ソルトは塩って書いてある。塩ですね。次亜塩。電気。ね。これは、こうですね。はい。じゃあもうつなげちゃいますか。すおっと、こい。入るでしょ、入った。で、はい、ご使用方法ですが、これです。要するに、この、ジアソルトを1個と、水をこう、頭まで入れて、で、スイッチ入れるだけ。3分待って、はい、出来上がりだそうです。やってみましょうか。はい、金谷さんが、水を汲んできてくれるそうです。はい、水汲んできましたよ。じゃあ金谷さんがジョウロで水を入れてくれ。はい、これ先に水。はい、どっちでもいいんです。おい、ストップって言って。はい、ストップ。よし、このもんですね。地足を入れます。地足を、はい、入りますね。はい、マジこれ。それがスプレーですよね。これついてたよね。うん。え？あ、これの上に。これの上？これがついてたのかな。そうそう。この上にか。あこですね、俺たち。で、こうして。勝ちでいいんじゃないですか。これは勝ちでいいのか。こんな感じでセッティング完了です。そしたらこれをこの上に。はい。置いて。触ったら。もう触るだけで入りました。はい、はい、で、これで3分待って出来上がり。はい、すごい、なんか出てる。あっ、すごい、ブクブク泡立ってきました。これ鑑賞用にもいいね。この青いライトが消えたら完成だそうです。というわけで金梨さん、はい、できました。もうスイッチ切れて、はい、泡立ちも止まってますので完成ですね。はい、いよいよこう僕たちのこのマスクを除菌していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。もうこのままシュッシュしちゃってください。おっす、いっちゃいますね。シュッシュいきます。どれくらいかな、十分かな。表裏いってみましょう。はい、 OK。 こちらの汚いもんということで、これで除菌、これだけですよ、本当に。こんだけ？そう、本当にこれだけ。これだけでもう除菌が完了。じゃあ、これもうちょっと乾いたら OK みたいな感じですね。そうです、そうです。はい。はい。ということで、実演終了です。ありがとうございました。はい。というわけで、次亜ポケットを使って、簡単安全に次亜塩素酸水を、作れるということが分かったわけですけども。簡単でしたね、本当に。スイッチを入れて3分。こうなぜね、この節約大全公式チャンネル、はい、ちょっと点忘れを起こしてまでこんなにもうコロナ関連のことを繰り返しやってるのか、なぜでしょうか、金梨さん。いや、今お金に困ってる人が多いし、うんうん、少しでも安くこういう対策っていうのをお伝えできればいいんじゃないかと思って、うんうん、小町さんはこういうテーマを選んでるんじゃないかなと思ってます。なるほど、なるほど。まあそれもある。緊急事態宣言がもう1日も早く、はい、
解除されてほしいからなんですよ。なのでこうね、微力ながらも感染拡大を防止するっていう情報発信をせずにいられないっていうのがありまして、もうチャンネル登録者数も全然少ないので影響力なんてこうミミズの耳垢程度で、もうそれはもう重々承知してるんですけども、はい、今回ね日本政府が出している緊急事態宣言の目的というか、緊急事態宣言を出すことによってどのようにしてコロナと戦おうかとしているか、はい、そのストーリー、緊急事態宣言を出すことによって、うん、その不要不急の外出を自粛してくださいみたいな話があるんで、うちの会社もやってるじゃないですか、やってますね、リモートワークで、はい、とか人の接触を減らして、うん、その感染の確率を減らす、はい、そして感染者の伸びを減らしていって、うん、どっかのタイミングで下がるとか来るって安倍さんが言ってた、うん、まあそうですね、はい、はい、金谷さんのまあ言う通りで、はいはい、あの人との接触8割減をやってくださいって安倍ちゃん言ってるじゃないですか、安倍首相ね、で、それを行うことによって感染者数をまあ減らしていって、うん、1人が平均的に何人に感染させるかっていう再生産数 R っていうのが、再生産数 R そうが、1より小さくすることができれば感染者数が、指数関数的に減るっていうことがもう分かってるからなんですね。そうだから指数関数だから、うん、分かりますよね、指数関数、なんとなく指数関数何ですか、 Y イコール A の X 乗、まあそういうことです、だからあのうーんって伸びていく X 乗だから、増えるのもこうすごいんだけど減るのも指数関数っていうのはすごいんですよ、うんうん、あとは減ったら保健所はね感染経路をしらみつぶしにこうドブ板作戦で封じ込めることができるっていう、そこまでたどり着けるので今の状態だと無理だから、だから そこが減るまでなんとかやってくれっていうのを、そういうストーリー、はい、本当はあの、まあ、まとめるとね、もうみんなストレス溜まって大変だと思うしね、うん、僕もやっぱ家にずっとね、こもってイライラすることもありますけどね、うん、もう本当ゴールデンウィークまでなんとかもう連休中まで自粛をこう頑張ってね、はい、あの耐えましょう、もう天気がいいからっつってね、もう本当鎌倉だ江ノ島だ行ってたらもうダメですよ、本当にもう本当やめた方がいい、もう本当みんなが自分事だと思って、はい、まあ、ウイルス、コロナウイルスはなくせると思って、頑張っていきたいなと思いますので、はい、はい、まあ、このチャンネルでもそういう活動をしていきたいなと思っております、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今日も最後までご覧いただきありがとうございました、ありがとうございました、節約大全公式チャンネルでは、僕小町と金橋和也が節約にハッピーをプラスするという理念のもと、王道節約術から一見これはちょっと節約ですかこれ、これ節約だよ、あ、これは節約でした、いや本体違うねっていうものまで、はい、はい、お金の出口を絞りつつ入り口も増やして人生をハッピーに彩る、情報をですね緩く発信してますので、あのチャンネル登録といいねどうぞよろしくお願いいたします、みんな自粛頑張ろう真面目か